1922年に建てられたセルビア科学芸術アカデミーの建物セルビア科学芸術アカデミーはセルビアで最高の学術機関である。セルビア科学芸術アカデミーは公的に1886年11月1日に設立されて以来セルビアで最高の学術機関である。王立アカデミー設置法によればミラン一世は最初の会員とされ、 彼によって他のアカデミーの会員を選出するものとされた。最初の会員たちの名はミラン一世によって1887年4月5日に発表された。この時セルビア科学芸術アカデミーには4つのアカデミーがあった。その時のアカデミーの会員たちは次の通りセルビア王立科学アカデミーはセルビア学会に継承され1892年に セルビア科学芸術アカデミーに吸収された。この時、セルビア王立科学アカデミーの会員は、科学芸術アカデミーの正会員あるいは、名誉会員として受け入れられた。以前に、セルビア学会がセルビア文芸学会を引き継いだ時も同様であった。セルビア文芸学会は、セルビア公国で、初の学会であった。セルビア王立科学アカデミーを引いた権威には、 4番ツビーチラがいた。ありがとうございます。